一度ナッシングに終わった挑戦。進化したビジネスプランで男は再勝負を仕掛ける。オンラインでのパーソナルトレーニング事業。金を出したがる虎は現れるのか。タイガーファンディング、新しい未来をつかみ取れ。令和の虎ファンクラブ。YouTube では流せないあんな話やこんな企画も、オフ会も定期開催。もっと深く交流しましょう。詳しくは概要欄から。トレーナーの時間的拘束ってどのぐらいなんですかね。1週間にまあ20分程度だと思います。なるほど。でこれが月1万円。はい。なんで広告費にいきなり300万使おうと思うんですか。フリーランスの王が志願者のいかなる野望も嗅ぎ分ける。ストックさん株式会社代表株本裕樹年商5億。若干28歳、数千人のフリーランス集団を統括する若き野心家は今宵志願者へ手を差し伸べるのか、あるいはどう猛に喉元をかっ切るのか。今の自分の周りだと、ご自身の周りだといらっしゃらないですか、お客さんって。資金がなくてもスモールスタートではできるんですけども、やっぱり広告費かけないとやっぱお客さんも来ないし、ターボもかからないので。広告費をかけないと人が集まらないのは何でだと思います。多分口コミとか良ければ多分集まると思うんですよね。そうですね。まだ実際始まってないので口コミがまだないので、うん、やっぱり初期段階の人を集めるのが一番大変なので、やっぱり初期、うんうん、そうで自分が今無料でできるのはやっぱり YouTube で宣伝することしかできないので、はい、まずはその YouTube で数百人は再生数あるんですよね。はい。それで集まって決まったら広告をかけるっていう方がいいと思いますよ。それだけだと集客が足りないかなっていう感じなので、あとはホームページもしっかりいいやつを作りたいので、はい、集客ができるホームページを。100人の人が豪月さんのそのサービスを知って一人も登録をしないんであれば、広告費をかけて100万人にしてもゼロの可能性は結構高くて、でも100人のうち一人がやるっていうのが分かったら、そこから広告をかけて、じゃあ1万人だったら100人になるよねっていう、その広告をかけてもゼロが1になることはないんですよ。なのですでに今豪月さんにこういう需要があって、でそれをなんかこう広めるために広告を打とうっていうんであれば根拠は分かるんですけど、そのまだやるかどうか分からないものに対していきなり広告モデルでスタートするっていうのは非常に不健全なんじゃないかなっていうのが僕の意見です。ちょっとね、今の株元社長の話はうーんって感じでね、納得されてないと思うんですけど、その一番お客さんになりそうなところって、豪傑さんのファンの人が一番なりそうじゃないですか。初期段階ではそうだと思います。そうですよね、初期段階では、はい、そこはすごい大きな強みだと思うので、はい、そこからスタートされるといいと思います。無関係の人にわざわざ何百万もかけて広告見せるより絶対今のチャンネルの人にそういうの始めますって言った方が、ね、確かにそっちの宣伝力ありますね、だから、はい、いいものを持ってるんで、はい、そこを使い倒すというか。そうですね、それなのでやっぱりまずは自分の YouTube 上でまず、全ての動画に PV 流したいので、それを、そうですね、作成する費用とか、PV とかもいいと思いますけど、豪傑さんが熱くもうこういう仕組みを作りたいんだと、こんなトレーナー揃えたんだっていう話でもなんかいいと思いますけどね。けど PV ってそんなあとお金かかります？いやそんなにはですよね、はい、だから結構もういける条件というかいいものが揃ってると思うんですけど、僕はね、すごいっすよ、もう筋トレのチャンネル2万5000人いらっしゃるわけですから僕のフランチャイズのチャンネルが多いんで300万って言いますけど、1人の人を買い、契約して、1万円月に取れるんですよね。原価人件費かかんなかったとしても、1年間で12万の売り上げなんで、300万 の会員を入れるってなったら最低でも30人とかはそれで入れなきゃいけないんで、はい、
結構ハードル高いと思いますよ、まあ、30人は簡単だと思うんですけども、うんうん、広告でですよ。でもどこに広告を打った方がいいのか分からないので、うん、そこはちょっとあの知識がある人に聞いてみたいところなんですけども、うん、そんなね、どこに出したらいいか分からない、やっぱ会社の経営っていうのはその試しにいろんなところ出してみるわけですね。そうすると300万円ぐらいですね。すぐなくなっちゃうんですよ。結構集まんないんですよ。絶対豪傑チャンネルですよ。いいのお持ちですから。もちろんあの豪傑チャンネルはメインでやるんですけども、はい、広告打ちたいですか。希望するのは広告を打つための金。その言葉に虎たちは違和感を覚える。一体どうなる。虎も志願者も募集中。詳しくは概要欄から。夢は叶えます。僕あの豪傑さんの回だけあの結構見てあの面白かったんですけど、はい、これ読ませてもらった瞬間にあの成功するなと思ったんですよ。でさっき意地悪な質問とかしましたけど、はい、まあ中があんまり詰まってないだけだと思うんで、本当に林社長や兜社長がおっしゃる通りで、もう豪傑チャンネルっていうプラットフォームが出来上がってるわけじゃないですか、はい、だからあえてお金をかけなくても基本的にその赤字にならないじゃないですか、この仕組みって。まあ見た瞬間にちょっとあいけるなと思って、はい、であとは豪傑さんに会いたかったんで、あのちょっと嬉しいです。これって僕とりあえず100万円出したいんですけどどうしたらいいですか、はい、もちろんそういうなんか、はい、僕ちょっと分かんなくてやり方が今置けばです。あ、置けばいいですか。じゃあ豪傑さんにこれ100万円置きますんで、はい、何もしなくても多分成功するんじゃないですか、豪傑チャンネルでちゃんと。そうですね、あの、はい、失敗はしないんですよ。あ、失敗しないというか、あの必要経費がかからないんで失敗はしないんですけども、本当にやってみないとどこまで売り上げ上がるか分かんないんで、いやもう事業ってそうなんですよ、やってみないと分かんないことしかないんですそうそうなんですけど、そ大きいことみたいに言わなくてもだからあのまあ売り上げが何年後か分かんないですけど1000万3000万とか5000万とか1億とか上がるかもしれないですし、はい、その時はきっちりリターン返せるかなと思ってそれ全部そうなんですよ、上がるかもしれないんですよそうなんですけどそうなんですけど、はい、だから結構まあリスクもあるけどリターンも大きいのかなとは勝手に思ってるんですけども、あの成功した時のリターン、いやリスクはないと思います、あんまり本当に ないですか。だって豪傑チャンネルでこれ3万人ぐらいもいるんですよ、ね、今2万6000ちょいです。2万7000近くです。今これこのコースはちょっとは発表してるんですか。あ、それちょっと試しに載せてますけど。そしたら何人来ました。いや、まだ問い合わせ状態で。どこで発表しました。 YouTube で発表しました、それともどこで発表しました。あ、 YouTube であの簡単な PV を載せただけです、あの簡単なもうオンラインパーソナルトレーニング始まりましてっていうのをちょっとあの 2回くらい載せただけです、はい、けどそれでは今一人も来てない。来てないです。あの、まあ、問い合わせは来てますけどまだ入ってないです。なるほど。ただその辺の仕組みもちょっと甘いのかな。けどね、ちょっとね、ちらっと2回話して1人も来ないっていうのはちょっと不安ではありますね。うん、はい、あ、そうですね、はい、だからそこでいい PV を作ったからとか、あの逆にちょっと広告だったらなおさら来ないんじゃないかなって思っちゃいますけどね、うん、そうですね、その説明が良くなかったなって思います。そうですね、あのやっぱり PV がもう初めて見た人がちょっと意味がわからないような PV で、あの、うん、まあ、自分がギャグでやってるんかと思われたって言われたんで、あ、だから一応最初に一応豪傑パーソナルトレーニング始めましたとか一応7秒くらい流したんですけども、一応みんなそれをなんかギャグで俺がやってると思ったみたいです、なんか、あ、どうせ豪傑のことだからギャグでこんなことやってるんだろうっていう感じ、そういうこと、はい、例えばこの YouTube チャンネルの豪傑チャンネルさんの方で、はい、株式会社メモアルシオン代表福田正則、葬儀業界に新たな風を呼び込むべく YouTube に参戦。独自の経営方針で葬儀の常識を覆す。伝統文化を刷新するモノクロームの新星は志願者の野望をいかなる色で輝かせるのか。どのくらいサロンに入ってくれる方って目論見やっぱ つけられない。難しいですか。やってみなきゃ分かんないですもんね。いや、そうですね、やってみないと分からないんですけども、まあ、何十人かは入ると思うんですけども、正直やってみないと分からないですね、まあ、そうですか。そうですね、はい、
とはいえ、はい、経営者なので、はい、どのぐらいいけるかっていうのを予想さなきゃいけないと思うんですよ。そうですね、企業って多分そうなんですよね、はい、予算を決めるっていう、はいはい、どんぐらいだと思いますか。その根拠 もちょっと根拠を出すのは難しいんですけども、やっぱりまあ、うまくいけば1000万回の売り上げはすぐ行くのではないかと勝手に思ってます、はい、それも合計チャンネルから月ですか。あ、月ではないです。年ですか。年です、はい、とりあえずそこのラインまではいけると思うんですけども、ただそれ以上のどこまでいくかっていうのはちょっと、じゃあ月90人ぐらい入るみたいな、月100人ぐらい入るってことですか。月50人ぐらいですか。どのプランでとかもあると思うんですけど、オンラインのパーソナルトレーニングって結構いろいろ調べたんですけども、筋トレを例えば組織とか会社でやってるところってほとんどいなくて、ダイエットをやってるところが多いんですよ。でそのダイエットをメインでやってるオンラインパーソナルトレーニング自分見たんですけども、まあ自分は入ろうと思わないしインパクトもなかったんで、でもそこはもっと自分がやればもっとインパクト残せるのかなとは思ってるんですけども、そのいけると思う根拠なんですか。根拠、だから多分足りないのは競合の調査なんですよ、はい、そのパッと見ていけると思ったとかって言ってますけど、はい、実際中入って彼らがどういうふうにやってるのかっていうのを多分知らないじゃないですか。そうですね。で例えばダイエットだったら食事管理みたいな感じで毎日撮った写真を送ったりとか、そういう管理も含めて接触回数が多いから月額のリモートで の課金も成り立ってるような気がしてるんですね。でも筋トレでじゃあメニューだけ送って1ヶ月に例えばこう何回かそれを送るだけですっていうコミュニケーションで果たして1万円の価値があるのかとかっていうのって、多分競合に入って競合だったり、まあ、ダイエットのところに入ったりとかして自分だったらこうするのになっていうのが分かって初めてサービスって作っていけるものであって、自分がなんとなくいけると思いますだから300万突っ込みますっていうのはあまりに経営者として稚拙すぎる考えだと思うんですよ、うん、経営者として稚拙。冷静に事業計画を読み解く株元の牙、その鋭い指摘を豪傑は受け止められるのか。次回クライマックス、衝撃のラストを見逃すな。目指せ10万人、チャンネル登録よろしくお願いします。夢を叶えて。株元だと多分正反対というか、うん、だから一緒に組みたいわけですよね多分。いや、そんなそうは思ってないかもしれない。でも味方についてくれたら、ええええ